どうもアルナナチです。行ってきました、カナダイ草加店さん。今回は爬虫類コーナー大特集です。前回、アクアリウムコーナー中心に動画をアップしましたが、今回は爬虫類大特集です。アルナナチ、爬虫類のことはあまり詳しくわからないので、店員さんにたくさんお話聞いてきました。初心者おすすめの爬虫類3選、またカメのお話も盛りだくさんです。ご覧ください。どうも、アルナナチです。というわけで、カナダイ草加店さん、今回は爬虫類コーナーの方にね、お邪魔させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、私、アルナナチ、大型魚系の YouTube をやってまして、すみません、爬虫類の方は本当、わからなくて、カメ、トカゲ、ヘビくらいの種類しかわからないんですけど、今回、担当の藤沢さんに、いろいろね、教えていただいたり、解説していただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速なんですけど、藤沢さん、ある話、爬虫類初心者なんですけど、もし初心者におすすめする爬虫類ベスト3、ちょっといきなり聞いちゃってもいいですか？あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。じゃあすいません、じゃあおすすめのベスト3、爬虫類、まずはじゃあ、はい、定番っちゃ定番ですけど、はい、定番、はい、この辺のヒョウモントカゲモドキとか、はい、レオパードゲッコウって言われる子たちですね。はい、この辺の子たちは、はいはい、なんといっても飼いやすい。飼いやすい。もっと例えば、今タッパーで管理されてますけど、30センチ、40センチぐらいのケースとかを作る。そうですね、そのぐらいあれば、スペースも取らないで、はい、そんなに温度にも、他の、はい、難しい種類に比べれば、はい、うるさくない。はい、で、かつ、餌も、うちだと冷凍コオロギあげてるんで、はいはい、池にこだわらなくてもいいっていうのが、やっぱりいいですね。はい、なるほど。よく見るんですけど、下、キッチンペーパーとか、そういうので関係大丈夫なんですか？はいはい、その辺でも全然。そういうところも、飼い主側に合わせて、はい、飼いやすいように飼えるっていうのが、いいですね、はい。なるほど。これも本当いろんな種類があって、コレクション性というか、気に入った個体を見つけたりとか、そんな感じも楽しそうですもんね。そうですね、本当に同じ子っていうのがいないんで、はい、同じ品種でも柄がみんな違かったりするんで、はい、お気に入りの子を飼ってもらえればっていう感じですね。はい、ありがとうございます。こうやっても寝てるんですか？そうです、寝てます。結構寝るもんなんですか？一応夜行性なんですけど、ああそう、じゃあ明るいところより暗い方がいいみたいな。なんですけど、夜だからといってあんまり活動的っていうわけでもない。でもないですね。ちょっとブリードされてきた歴史が長いので、はい、野生としての本能的な部分ちょっと忘れかけてるような感じじゃないかなとは思いますね。はい、そうなんですね。ありがとうございます。はい、次は、はい、この太顎ヒゲトカゲ。はい、太顎ヒゲトカゲめちゃめちゃ聞きますね。そうですね、めちゃめちゃ SNS で見ますね。はい、はい、ちっちゃいうちはちょっと癖があるというか、はい、なんて言ったらいいんですか、水をなかなか水入れ置いといても飲まないんで、はい、手がかかるっていう子たちなんですけど、はい、それも 1,2 ヶ月経っちゃえば、はい、全然手かからなくなってくるんで、うん、はい、これはちなみに幼体というか、そうです、まだまだベビーの子たちですね。はい、でかくなると40センチとかになるんですか？40センチから50センチぐらいが大体平均ぐらいですね。これはもう本当に結構本当ベビーっていう感じですか？本当ベビーです。人間で例えたら保育園レベルぐらいですか？もっと小さいですか？もっと小っちゃいんじゃないかな。はい、僕のね、こっちの方はもっと小さいですね。そうですね、生まれて結構間もないんですか？多分1ヶ月やそこらっていうレベルだと思います。なんかよく手に持ってたりして示されてる姿、はいはいはい、SNS で見ます。人気です。よく本当に見ます。表情豊かで、かつ、はい、ちっちゃい時はどうしてもコオロギあげなきゃいけないんですけど、はい、大きくなってくると野菜とか、はい、
人工フードあげても全然餌付けやすいんで、はい、そういうもので育てられるっていうのは、はい、ただまあなんていうんですかね、ちょっと肥満になりやすい種類ではある。餌を与えすぎるとダメっていう感じですか。そうですね、 あんまり食べるからといって、はい、虫をバンバンあげると肥満になって短命になりやすいんで、そこは飼い主側が野菜をしっかり食わせて、はい、コントロールしてあげた方がいいかなとは思います、はい、なるほど、栄養バランス気をつけてですね、はい、ありがとうございます、はい、で3つ目がそうですね、はい、まあ餌が大丈夫ならっていう、はい、風になっちゃうんですけど、はい、この辺のコーンスネークとか、コーンスネーク、はい、これこの辺に今画角映ってるのって全部コーンスネークって呼んでいいんですか、はい、一応今いるのだとこの子だけがコーンスネーク、この子だけがコーンスネークですか、同じぐらい飼いやすいのがこのカリフォルニアキングスネーク、カリフォルニアキングスネーク、これすげえ黒くかっこいいですね。そうですね、この子ストライプっていう品種なんで、はい、まあ、あれなんですけど、はい、この辺の子たちは餌がマウス、じゃネズミですね、冷凍のネズミとかになってくる、冷凍マウスとかだったら大丈夫なんですか。そうですね、そういうのになってくるんで、はい、まあご家庭の冷凍庫にネズミを入れておけるなら、はい、なるほど、確かに確かに、そうですね、そういう条件付きにはなっちゃうんですけど、冷凍庫にネズミがいるのはちょっと嫌ですもん ね、 そうですね、まあ、気持ち的にはまあね、はい、袋とかに入れてあったり綺麗な、別に汚いものではないの で、 そうです、ね、あれなんですけど気持ち的な面でってことですね。そうですね、よく奥さんにダメって言われるとか、そういうのがやっぱり多いんで、はい、まあそういうのが大丈夫ならすごく飼いやすいかなと。すごく飼いやすい、はい、まあこのヘビ全般っていうかそんな感じですかね。そうですね、これ個人的にはすごい可愛くて、はいはい、これなんていうの、ブラックラット、ブラックラットスネーク、これちょっと難しいんですか。いや、そんなに差はないですね。めっちゃ可愛くて、はい、なんかヘビなんか自分はちょっと苦手なところあったんですけど、こうやって見ると本当可愛くて、はい、顔が可愛いし、舌をチロチロってやってるのを見てすげえ可愛いなっていうふうに思いました。全然その、はい、大きな違いはないんですね、はい、よく出回ってる種類だったら、まあ基本的に飼い方もそんなに差がないんで、ヘビです、ヘビ。そうですね、ヘビ全般、はい、あ、じゃあ本当にマウスが大丈夫ならっていう、はい、なるほど、基本餌はマウスがあれば大丈夫なんですか。そうですね、逆にマウスを食べない種類は飼いにくいって言われる種類なんで、はい、マウスをしっかり食べさせておけばそれが完全栄養食になってるんで、はい、ヘビにとっては、はい、なんでそこさえクリアできればっていう感じですね。なるほど、あれですかね、なんかよく SNS とかで見るのが、まあ、餌もそうやって与えてるのもありますけど、あと衣装ケース、こうなんですか、本当に3段ぐらいの、ね、はいはい、何段か、あれ引き出してあげたらヘビがいるみたいなね、はい、そういうのもね、下もだからこうやって今キッチンペーパーっていうんですか、そういうような、そうですね、その変に木に登ったりっていうのを、はい、まあ入れてあげればするんですけど、はい、必須っていうわけじゃないんで、はい、でかつスペースもその一般的に日本だとトグロ巻いた状態4つ分とかあれば十分って言われてるんで、はい、まあサイズの割に小さいスペースでも飼えるっていうのが特徴ですね。ただまあやっぱりその運動不足にはなりやすいんで、はい、広いに越したことはないかなとは思いますね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ではジャングルみたいにレイアウトしてもいいってことですか。あ、全然大丈夫です。ただはい、うまいこと固定しておかないと力も強いんで、すぐに崩されたりとか、流木というかそういうの固定ってことですね。はい、植物を、植物というか、ありがとうございます。はい、いや、ヘビ、いや想像以上に可愛くてちょっとびっくりしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみになんかもし今いるヘビの中で一番なんかすごいレアというか、そういうのだとどうになりますか。レア。希少種、希少種っていうのはあんまり扱ってないんですけど、そうなんですね、面白いところで言うと、はい、まあ、この水蛇って言って 水の中で暮らしてる蛇、はい、この辺魚を食べる蛇ですね。魚食べるんですか。じゃあ、コアカとか、メダカとか、メダカとかでいい、はい、そういうのも食べます、ね、水蛇っていうの、だから水入ったんですね。そうです、そうです、はい、あとは、まあ、このモイラ蛇って言って別名、はい、コブラモドキ、こちらですか、モイラ蛇、こちらですか、コブラみたいに威嚇の時に広げるんですね。はい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 、なるほど、
でも顔かわいいですね。そうですね。顔、え、藤井さんはやっぱ爬虫類好きってことですか。あ、そうです、ね、ですよ、ね、はい、ですよね。爬虫類苦手でさすがに担当はさすがに決定です。そうですね、そうですね、はい、蛇かわいいですね。蛇かわいいです。かわいいです。やっぱりそうですね、なんか、はい、そういうことなんですね。ちなみにこのボールパイソンってよく名前聞くんですけど、いろんな種類あるんですか、はいはい、ボールパイソンの中でも。もう、組み合わせ次第100種類以上。組み合わせとかで。そうですね、品種の組み合わせ次第で100種類以上いるんで、はい、それはやっぱ改良品種というか、まあ、ブリードとかそういう感じ。そうですね、はい、改良品種もうすごい、はい、日本でも海外でも盛んなんで、品種改良、いろんなその表現をその、まあ、楽しみというか。そうですね、スポットとかそういうのでやっぱり差があるってことなんですね。そうですね、はい。え、じゃあ例えばなんですけど、ボールパイソンの原種ワイルドとか逆に貴重だったりしないですか。そんなこともないですね。ワイルドというよりかは、はい、ファームハッチって言って、はい、まあ現地で卵から生まれた状態でそのまま入ってくるっていう子たちもいるんで、はいはい、もうほぼ野生のワイルドと変わらない子たちも、そうなんです、ね、毎年春ぐらいになるといっぱい入ってくるんで。へえ、そうなんですね、はい。ちょっといろんな素人みたいな質問ですけど、すいません。いえいえ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあというわけで、まあ、ヘビと、まあ、ベスト3ですけど、まあ、1位がヘビって感じでいいんですか。まあ、それとも3選って感じですかね。そうですね、3選っていう感じですね。買いやすい3選っていう形でしたが、はい、まあ、強いて言えば、はい、人あごヒゲトカゲが一番その中では買いにくい、買いにくいか、買いにくいです、はい。あ、難しい。あ、ということ、そうなんですね。へえ。ヘビか、ヒョウモントカゲモドキがやっぱり一番買いやすいかなとは。そうなんですね。ありがとうございます。はい、またね、他の生き物もね、たくさん撮影させていただいたんですけど、ありがとうございます。はい、またちょっと全体またね、はい、アップしてますが、今回はぜひ解説していただきありがとうございました。ありがとうございます。またまだちょっと藤蔵さんにお伺いしたいんですけども、カメやっぱ人気ですよね。いや、そうですね、カメ、はい、うちのお店だとカメがやっぱり一番人気ですね、はい。陸ガメと水中にいるカメって、はい、やっぱ全然そう、もう種類が違うってことなんですか。そうですね、全然もう違う種類ですね。違う種類ね、はい。まあ、あとはもうもちろんその、はい、一般的には水ガメっていう風にカテゴリーされるけど、はい、まあ、中間的な種類も、はい、まあ、ハコガメとかはもう本当に中間的な感じなんで、はい、そういうのもいますね。まあ、陸ガメっていう名前よく聞くんですけど、ヒョウモン陸ガメ、まあ、やっぱ自分でもよく聞く、結構まあ見た目も王道というかそんなイメージが個人的にするんですけど、はいはい、飼育って難しいんですか。陸ガメはめっちゃむずいっていうわけではないですね。リクガメ全般、はい、なんですかね、特別変わったことをしなきゃいけないみたいなことはないんですよ。はい。ちゃんとじゃあしっかりとした飼育マニュアル通りに行けば基本そうですね。はい。これで大きくなったら、ちなみにこのヒョウモンリクガメっていうのは、はい、何センチくらいになるんですか。まあ、このヒョウモンがソマリア×エチオピアっていうちょっと、はい、特殊なやつなんで。まあ、最終的に正確なあれが分かんないんですけど、はい、平均的、まあ、ヒョウモンリクガメって言われる種類だったら、はい、大体50センチいくかどうかっていうところですね、好調で。すごい可愛いなと思って、はい、50センチ好調で。そうですね。へえ、可愛い。で、下にいるのが、水ガメ、まあ、まあ池とかに、まあ、例えばいるようなそういうカメってことなんですか。そうですね、まあ箱ガメとかだと、はい、今こうやって水張ってやってるんですけど、はいはい、野生か、まあ、自然界だと、はい、結構森の中とか、なるほど、ちょっとその小川の近くの、はい、湿原とかそういう、そうですね、そういうところの方が多いですね。へー。なんです、陸ガメみたいに、はい、完全に陸だけカラカラの環境でもダメだし、はい、水ガメみたいに、はい、その水だけっていう、はい、環境でもダメらしいっていう感じですね。はい、へえ。まあ、セマリアカメは割と水の中にいることも多いんで、はい、水換えも平気かなっていう。なるほど。ああやってブロックというか、陸が設置したりとかですね。はい、ありがとうございます。なんか、カメの魅力が。
すごいさすが、ありがとうございます、はい、こちらが一般的な両門正門陸亀ザンビア、そうです、ね、バブコック正門陸亀ザンビアさん、はい、値段もまあ1万5000円前後、ね、はい、これもなんかでかくなってきたんですか。そうですね、まあ、これが一番標準的なサイズで、はいはいはい、さっきのソマリアっていうのが本当に大きくなるような種類なんで、はい、なるほどなるほど、はい、40センチくらいですか、ちょっと予想としては。そうですね、ソマリアとかだと、はい、なんか大きいサイズとかだと60、70一個も中にはいるみたいなんで、はい、もう本当に、なんていうんですかね、飼育下で どのぐらいまでいくかっていうのが読めないは読めないですね、はい、この辺の大きな種類は。読めないですね、なるほど、はい、ザンビアバシはそこまででかくはないってことです。そうですね、ただ予想としては包丁の40ってすごいでかいんで、はいはい、そうですよ、だってそね、隣にいるのがこれリクガメさんが包丁今25センチって書いてあるんですけど、これだからよっぽどでかくなってたかも。そうですね、亀もまた深いですね、ありがとうございます。そうですね、希少な亀、まあ、この辺のスペングラーヤマガメなんかは、はいはい、まあすごい、なんていうんですかね、亀の中でも特徴的なフォルム、はい、シルエットしてて、はい、まあ、飼いやすいっていうわけじゃないけど、はい、まあ、昔は本当によくいたよ。よくいたけども、はい。まあ、すごく CB とかですね。そうですね。昔はワイルドがよく、夏になると入ってきて、はい、まあ、その時なんか本当に今の、ね、10分の1とかで、はい、10分の1以下、もう100分の1です、ね、値段は、はい、昔は安かったが、そうですね、安かったけど今はもう超高、亀のレートの中でも32万円っていうのはもう高レートの方ですよ、やっぱり。そうですね、やっぱり高級種の仲間入りですね。やっぱり現地で数が減ってきちゃって、はい、サイテスとかやっぱり規制が入ってしまったんで、はいはい、なんですね、ワイルドがやっぱりなかなか入ってこなくなってしまった、はい、でブリードしか出回らなくなった結果、そんなにそもそもが簡単な種類じゃなかったんで、はい、ブリードがもう難しい。そうですね、へー、なるほど、これが今金田さんにいる貴重な。とあとは多分日本にもそんな数えるぐらいしかいないと思うんですけど、はいはい、このマレーニシクイガメのハイポ、マレーニシクイガメのハイポ、これが、はい、まあニシクイガメも昔はよく出回ってて、はい、ここ最近はあまり見なくなってたんですけど、はい、それのさらに、まあ、海外の方で改良品種された、はい、ちょっとブリード個体というか、そうですね、最新ですね。っていうかカメって高いですね、すごい、高い種類が高いですね。ハコガメだって39万8000円ってことです。そうですね、すごいですね。自分よくアロワナショップとか行くんですけど、はいはいはい、アロワナも高いなと思ったんですけど、カメもすごい高いです、はい、カメはやばいですね。カメってやっぱ結構値段上がりやすいんですか。上がりやすいです。あ、こちらのフロリダハコガメの、まあその、はい、いろいろ要因あるんですけど、はい、おそらく一番の要因は、はい、あの簡単に捕まっちゃうこと、乱獲されちゃうところですか。そうですね、乱獲されて規制されて、はい、ワイルドが入らなくなって高くなるっていう、はい、なるほど、循環がすごい起きやすいんで、カメは。そうなんですね、はい、もうそこの生息地にいたら捕まりやすいってことですね。そうですね、トカゲ捕まえるより、はい、ヘビ捕まえるより全然簡単じゃないですか、カメ歩いてたら、はいはい、そうですね、トカゲ難しいです。そうですね、ヘビも穴とかね、そうですね、岩の間とかに入られたら危ないですよね、はい、カメは。なるほど、そういう理由があるんですね。でかつ繁殖させようってなると、はい、その、はい、ある程度広いスペース、はい、まあこの辺の種類だったら庭レベルのスペースが必要だったりとか、はいはい、そういう風になってくるんで、はい、そういう意味でもやっぱり難しい、はい、まあアパートとかだとなかなかできないようになってくるんで、はいはい、そうですよね、なるほど。まあ、海外のブリード個体が入るということは国内でも、まあ、挑戦している人はきっといるでしょうけど難しいってことですね。そうですね。いや、すごいです。カメ。カメ。
カメすごいですね。もうちょっと来なくなったなって思ったら、はい、すぐに値段上がってます、はい、もうなんかアクアリウム界隈で結構人気なカメって言ったらスッポンモドキ結構人気なんですけど、はいはいはい、結構スッポンモドキって入ったりするんですか？ここ最近はね、はい、1,2 回入ってますね、はい、なんかまあ、はい、昔の10倍以上の値段ですよね。あの、まあ、自分が初めて買った10年くらい前で1万円くらいだったんですよ、安いところで、はいはいはい、今ね十何万とかしてて、この間でも金田さんでは安く売られたみたいな。この前6万円ぐらいで、はいはい、確か売ってたと思うので。そうですよね。だその、はい、自分が本当子供の頃、はい、20年ぐらい前は、はい、確か5000円ぐらいで売ってたんですよ。安いとこじゃ安かった、ね。そうですね。売ってて自分家にもいたんですけど、はい、そっからやっぱりだんだんちょっと値段上がって、はい、パタって来なくなったんですね。はい、でそしたら7、8年ぶりに入ったのが、はいはい、その時に10何万とかまで一気に上がってて、はいはい、でようやく多分現地でブリードが盛んになって、はい、ある程度数が揃ってきて、はい、だんだん落ち着いた値段にはなってるんですけど、はい、やっぱり最低数種なんで、はい、年間輸出できる数が決まっちゃってるんで、はいはい、やっぱりなんていうんですか、一気になんていうんだろう、昔の値段まで、はい、下がるっていうのは多分もう今後ないかなとは思いますね。もう金田さんね、非常に安くはめて、ね、営業努力ってことですもんね。もうそうですね。いや、はい、またチャンスがあったらチェックさせていただきます。はい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。あとやっぱすごいちょっとびっくりした緑のねでかいのが張り付いてるなと思う。これカエルですよね。そうですね、これ結構、はい、多分はい、有名なカエルですね、はいはい、おもちゃとかで見たことがあるような、はいはい、こういう赤い目 赤い目に脇腹が青い。ああなるほど、はい、これが何ていうカエルなんですか？これ赤目アマガエル。赤目アマガエル、これ、はい、どこに住んでるんですか？これは一応、まあ、南米の方の南米の方なんですね、はい、カエルですね。たまに霧吹きとかするんですか？こういうの。そうですね、1日 1,2 回は霧吹きしてあげないとやっぱり。すごい。まあ、ぶっちゃけ初心者の人が買うってなると、はい、まあ、買えなくはないけど、はい、湿度とかが何ですかね、あ難しいです、数値的に表すのがちょっと難しくて、はいはいはい、感覚的な部分になってしまうんで、あ、はい、まあ、そこをどう捉えられるかみたいな感じがしますね。へ、はいはい、まあちょっとじゃ上級者っぽい感じの雰囲気は。そうですね。そうなんですね、ありがとうございます、はい、あ、日本アマガエルとかもいるんですね。そうです、まあ、これはこれあのヘテロアルミの、あ、はい、アルミのヘテロ、そう見ました、インターネットホームページで。そう、はい、これアルミのアマガエルってことは、これはもしかしてブリード個体ってこと？そうですね、ブリードです。でアルミので生まれたという。そうです、そうです。そうなんです ね、 もうね、なるほど、アルミノのアマガエル、はい、まあ、なんかアルミノ同士でやると、はい、孵化率がちょっと良くないみたいで、はい、アルミノ同士だと逆に良くないんですか？そうですね、なんでアルミノとヘテロをかけるようにするとどうしても孵化率は良くなるけど、半分はアルミノ、はい、半分はノーマルの、はい、まあ、見た目ノーマルっていう子たちが生まれてくるんで、はい、まあ、そういう点でどうしてもこういうヘテロが、はい、そしてこれはまあアルミノ遺伝子を持ったヘテロですね。そうですね、4アマガエルの、まあまあ、もちろんこの子たち同士かけても、はい、出るかも、4分の1の確率で、はい、アルビノが出るっていう計算にはなるんで、まあ、もちろんここからアルビノも狙えるっていう、はい、さっきの話だとアルビノかけるアルビノの方が出にくいってことですか？アルビノが、アルビノかけるアルビノだと、はい、まあ、理論上 100% 理論上は、はい、なるんですけど、ただちゃんと生まれればねっていう話になってくる。難しいんですね、アルミノ同士の掛け合わせっていうのは。はい、繁殖難易度としてってことですね。そうですね。なるほど。じゃあその、はい、遺伝子的な部分で何か問題も起こしやすいしっていう感じだと、結構弱いとかありますもんね、はい、アルミノは。そうですね。そうなんです。なので、まあ、アルミノ×ヘテロだったり、アルミノ×ノーマル個体だったりをかけて、そうですね、はい、で生まれるということなんですね。ありがとうございます。はちょっと個人的にめちゃめちゃかっこいいなと思った、はい、あのこの辺、はいはい、すげえかっこいいんです。恐竜じゃないですか、もう実質と思って。
この辺すごい、はい、まあ、トゲオアガマの仲間の一番大きくなるような種類なんですけど、はい、これはあの爬虫類界でも超メジャーな方なんですか？どうだろう、ちょっとマニアックっちゃマニアックかもしれないです、ね、はい、マニアックな方なんですね、はい、こんな見た目、結構体硬直するんですね。そうです、まっすぐにこんな体つき見た目で完全草食です。完全草食なんですね、はい、ゴジラみたいな顔してて肉類とか虫とか全く食べない、はい、そうなんか草食なんですか？たまに食べるは食べるけど、はい、ほぼ食べないレベル。ほんと葉野菜とかばっかですね。めちゃめちゃかっこいいなと思ってさっきすごい撮影したんですけど、ありがとうございます。手に持ってるところ撮影できてよかったです。今日ちょっとおとなしい。おとなしいですか？はい。この前来たばっかの時とかはすごい暴れてたんで。そうなんですね。ホームページに写真とかはすごい大変でしたね、撮るの。ありがとうございます、はい、じゃあちなみになんですけど、肉食だとこの辺とかって肉食になるんですか？この辺は、一応雑食ですね。雑食なんですか。まあ、今まだちっちゃいんでコオロギもあげるんですけど、はい、大きくなっちゃえばあまりコオロギとかはあげずに野菜オンリーで、はいはい、育てていく感じです。今どっちもっていう半々ぐらいの割合で、はい、すごーかっこいいと思って、トカゲやっぱかっこいいですね。そうですね、まあ、ちょっとやっぱりジュラシックパークね、好きで古代魚とかも憧れたんですけど、はいはいはい、恐竜やっぱりもちろん好きですか？そうですね、恐竜小学校の時とかよく図鑑見てましたね、はい、そうですよね、はい、やっぱそういう方多いですよね。ちなみに藤井さん、何が一番爬虫類の中で好きなとかあるんですか？何が、そうですね、ヘビ、はい、まあ、ナミヘビって言われる仲間がすごく好きで、はいはい、まあ、日本にいるアオダイショウとか、はい、さっきも紹介したコーンスネークとか、はいはい、そういうのが好きですね、一番。コーンスネーク可愛いですね、はい、ありがとうございます。いや、すごい楽しい映像になったと思います。なので、それでは本日藤蔵さん、たくさん解説説明していただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう自分爬虫類のこと分かんなかったんですけど、なんかすごい興味持って、はい、あの自分アクアリウムやってる人、爬虫類離れると本当爬虫類の方ばっかり行っちゃうって話を聞くんですけどもしかしたらそうなるかもしれない。そうなった時はよろしくお願いします。あ、ぜひぜひよろしくお願いします。楽しいお話たくさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。